何食べよう。芸人ラボプレゼンツ、岡田桜井のチャーハンが食べたい。はい、さあ、チャーハンが食べたいでございます。はい、はい、どうやらあの第10回目らしいんですよ。おお、今日計算してみたらちょうど10回目のような気がする。見てる人いんのかね。どうなんでしょうね。 YouTube の方はね、はい、割と再生されてたりするんですけどね、ということなんですけど、はい、ちょっと聞いてほしい話がございまして。おお、漫才みたいな話ですね。違う、まあ、漫才でも何でもないんやけど、うん、あの親戚からね、うん、とうとうあの日本代表が出まして。おお、ちょっとすごくない、この入り。すごいやん、日本代表。日本代表、なんか俺もよく分からないんだけど、ラグビーの日本代表の選抜がこの間あったらしいのよ、うん、でおかんから LINE が来て、なんか写真が3枚ぐらい送られてきてんの、うん、でバーって見たら、そのなんかラグビーオリンピック、うん、日本代表に俺のハトコが出ます。ハトコが、うん、ハトコ、いやでも親戚やから。いやー、ハトコは親戚じゃない。いや、ハトコも親戚やし。ハトコは違う、親戚じゃないわ、違う。遠すぎる。いや、遠いけどな。いや、で、俺もお前が自慢話みたいに喋っていい話じゃないわ。ハトコは、うん、じゃあね、なんか兄弟までって決まってるから。いや、じゃあ兄弟までない。兄弟やったら、俺の弟が日本代表って言っていいけど、うん、いや、おじいちゃんがさ、あの東大やとか言うの言っていいでしょ。ああ、うん、おじいちゃんから弟まで、うん、いや、弟までない。お前のハトコはもう、うん、俺のハトコとかでもある。いや違うよ、多分それは違うやん。どっかでこう、なんでここの血のつながりがあるんだ。その自慢話は弱すぎるわ。違う、ハトコって言うんだよな。俺もピンとこうやんかって、あんたのハトコやって言われて、そのなんやって言ったら、うちのおかんのいとこの息子なんや。え、会ったことないの。ない。多分ばあちゃんの葬式には来たはんると思う。じゃあもう自慢話絶対ダメよ。いや、すごくない、その親戚からワールドカップ出てんねんね。関係ないから。いや、関係はあんねん。関係ないや、一応その血は繋がってんねん、その血の繋がり。知らんおじさんが日本代表に入った話やから、うん、おじさんでもないけど。二度と喋らんといて。二度と喋らへんわ、じゃあ分かった。いや、今回のゲスト、ワンダーニョキニョキですよ。あ、もう大先輩、ね、大先輩、もう一番仲いい先輩と言ってます。はい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 、はい、CM の後ね、はい、出てもらいますから、お楽しみに。お楽しみに。さあ、岡田さん、はい、もう来ていただいてます。こちら、はい、紹介しましょう。ゲストのワンダーニョキニョキでーす。イエーイ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 。そんな、いや、ちょっと改めて自己紹介をお願いします。ワンダーニョキニョキ夏目です。はい、ワンダーニョキニョキよしみです。お願いします。お願いします。なんか嬉しいな。いや、いいよね、本当に。ワンダーニョキニョキ夏目ですっていうの嬉しいな。そうそう、その自己紹介がね、し久しぶりに聞けたっていうのありますけど、あの、まあ、元をたどれば、うん、2年前ですかね、あのスタンディング4という、あ、そうですよ、あのライブをやりまして、2組で一番おしゃれなライブをね。そうそうそう、ライブ史上一番良かった。そうそうそう、うん、でそれに至るまでもそうなんですけど、やっぱ一番仲のいい先輩、うん、一番よくしていただいてる多分先輩なんで、まあ、あの、うん、会社勤めされてるんですけど、ちょっと出てくれないかということで出ていただきまして、うん、はい、会社日本代表だから。会社日本代表ってどういうことですか。お前のハトコは、いや、でもラグビーの日本代表、オリンピック、どっちがいいかな。いや、絶対こっちでしょ。絶対こっちで、ハトコですけどね、こっちはね。いや、どうなんですか、その最近はっていうか。
最近はどうなんですかね、はい、あったりしてるんですかそのコンビ感で。うん、飯とかは。飯はね。ああ、うん。勤務地が近いからね。比較的ね。うん、ああ、うん、そう、あの言っていいんですかその会社名は。あ、ダメだよ。ダメなんですか。そういうの多分ダメだ、ね。じゃあやめとき、じゃあやめとき。多分ね。はい。いやということでね、あのまあそうそうお迎えしたんですけど、ちょっとあの何やるかを。そうなんですよ。聞いてないですよね、うん、まあワンダーニョキノキとお片桜やったら何でもできるやろみたいな。 そう、もうその場でね、そうそうそう、何でもできちゃうんじゃないかと、できちゃうんじゃないかということで決めてないんですけど、一昨日ね打ち合わせでね、そう、うち来ていただいてね、アイス食って帰る、アイス食って帰るっていう、遊んじゃうから遊んじゃうから楽しくてね、だあの後半この後9分40秒またね、はい、あのコーナーする時間があるんですけど、うん、何やんねんっていう、決まってないわけですよ。吉見じゃあんだそうだ。企画。そう、吉見さんちょっと。企画の吉見ね。いや、だって今日もだって8時入りっつって、ギリギリにね。そうっすよ。仕事が長引いてしまいまして。ちゃんとお笑いスイッチ入れてくださいよ。そうですよ。完全に入ってるよ、もう。おちょっと何やるか言うと。何やりますよ。後半何やります企画は。あ、やろう。あれ、結局一番面白いのって、はい、やっぱりちょっとあれだと思うんだよ。可愛い人だと思うんだよ。可愛い人って笑っちゃうじゃん。可愛いなーっつって。この人かわいいなーって言われちゃう。俺そうなの、うん、あ、かわいいなーって笑っちゃう、かわいいなーって、この人やっぱいいなーっていうのが一番笑いになる、幸せな笑いね、しかも、はい、誰も傷つけない、はい、カメラマンね、カメラマン、カメラマンでやられる、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいい、かわいい、かわいいなーって笑っちゃうよ、確かになるけど、ね、そうそう、だからそういう、それよりなんか第一番かわいいか決めたい、俺は後半の企画でですか、うんうん、発想はいいんだけどね、マジで、うん、面白くない、一番ダメじゃん発想はいいんだけど、いいのにな、一番ダメじゃん、発想だけはいい、どっかで使いたくはあるけど、うん、マジか、社会人で一番ダメなやつだよ、仕事できないけどいい人みたいな一番ダメなやつだ、それやめて、発想はいいの、他なんかないっすか、メガネ似合うけどブスのそれ俺ね俺だと思う、メガネ似合うな、メガネちょうど似合うんだけどブスなんてね、うん、何がいいか、あと喉乾いてません？乾いてる乾いてる、あ、そうだ、ね、走ってきたから俺、そう、吉見さんのためにね、直前で来たからさ、ちょっと飲み物用意したんだよ、うん、オロナミン C、 おー、ありがとう、うん、でもちょっとこれ一気でいける、うん、そう、やっぱお笑いなんだよね、尺取ってもね、しょうがないんで、どうかな、いけるな、炭酸っすよ、でもえ、一気いけんの、うん、多分絶対いけるって、これがギリギリいけるでしょ、これ 120ミリ、おー、じゃあ一気でいけるってことで5口ではいけるよな、いけるでしょ、一気でいけるでしょ、これ一気にいけるんですか、一気にいけます、炭酸っすよ、うん、いや、ギリいけると思う、ギリいける、うん、じゃあ5口でもいけるな、なんでなんでじゃあ5口でもいける、ちょっと待って、ちょっと待って、一口一口で、一口ではいけるんですか、いやいや、一口でいけるよ、炭酸っすよ、見え張ってません、一口でいけます、いや、ギリいけると思う、ギリいける、俺じゃあ5口だって、5口でいけるのちょうどだよ、ちょうど、ちょうど、ちょっと待って、じゃあちょっと待って、一口って言った後、5口で飲むのじゃあちょっと、いけるでしょ、一口でいけるでしょ、一口でいけるって言ってんだから、一口でいかしてくんない、5ではいける、いけない、5でもいけるだろうよ、1でいけんだから、 5みたいな、で、じゃあ1でいかして、5みたい、5いけんのかな、5いけます、ちょうどってない、ちょうど6でも4でもなくなるんですよ、ちょっと1でいかしてくんないかな、嘘でしょ、盛り上がる、5が見たいっす、めちゃ待って、5が見たい、絶対盛り上がんないって頼むわ、いや、ちょうど5が見たいんですよ、1は1はいけんと、1いけます、いける、炭酸っすよ、だってじゃ1位で行かしてくんねんか、むしろ1位いけるかいけないかみたいな感じじゃないの、ギリいけます、ギリいけると思う、5だと余裕だ、だいぶ余裕じゃあちょっと一旦5でいきます、え、ちょっと待って、なんて、え、恥ずかしい、5で、5口で行く、ちょっといいっすか、すいません、5でちゃんと測りますからね、僕ら、はい、一般男性、多分絶対ほぼ1位でいけるでしょ、これ1はきついと思うねん、じゃあその1はきついと思う、5で、はい、どうしようか、あ、それもう1だよ、あ、もう1だよ、あ、これもう1だよ、これもう1ですか、もう半分いっちゃいましたよ、半分っすよ、もうちょっと待って、やっぱ1いけたわ、あと4っすよ、ちょっと待って、絶対1いけたわ、これはあと4だよ、今絶対1いけた、1でいけた量、あと4でいかないといけないっすよ、1でいけた、マジか1でいかしてよ、あと4っす、あと4っす、なんで4でいかなきゃいけないの、え、嘘でしょ、ちょうどちょうど4っす、あとそれ2だよ、それもう2だよ、
うわちょっと ちょっとだいぶ少なくいきましたよ今2。危ないんじゃん、あと3しかない、あと3しかないっすよ。いい、何この感じ。あと3しかない。調整できます。すげえ甘やかされてる気するな。これ1でいけるっつってんのに。3っすよ、あと3っす。あ、3、あ行き過ぎじゃない。行き過ぎましたね、あと2あんのに。いやもう絶対1でいっちゃうもんこんな。いや何これ。何の議論してんの。あと2で、絶対1でいけたんだから。これ4だよ。4っすよ、4っすよ。ああ残ってる、大丈夫な。あ大丈夫だ。これでもラスト1しかない。いやこれラスト1しかない。これ見えるかな、これ。こんだけこんだけやったらラスト1しかないですよ。何これ、ほんとに1でいけるんすか。最初からいけたぜ。5でやって。5あと5ちょうどで、ちょうどね。いきますよ。うわ、なくなりました。なくなった。すごい。いや何だよこれ。いやマジで何、ちょっと待ってよ。5でいった。すげえ。いやこれね、思った以上恥ずかしいよ。これじゃあ後半の企画でやります。これこれをやるの、それぞれが。もう飽きると思うし。何この感情。すげえな。5で行くのやだわ。すげえわ。だって俺多分この倍でも1で行けたよ多分。え、すげえ。あのね、炭酸そんなに強くない。この画角1で行ける。はこの画角の横移動1で行ける。この画角のそう、こっからここまで1でいける。あ、今夏目さん1でもういけてなかったもんね。いけるんだ。ギリいけないんだ。1でいけてなかったもんね。いけるいけるいける、絶対いける。1いけます。絶対いける。1っすよ。ここでしょ。はい、だってもう手、そうそうそう、もう手で開けてんだ俺。じゃあ3でいってもらっていいですか。なんでだよ。3でちょうどで。え、1いけるっすか。1でいけるだろ。ギリっすか。ギリでもないよ。絶対にいける。絶対にいけるよ。3でいいすか、ちょっと見せてもらって。3見たい。3見たいな。もう5はもう飽きたから。5も、ま、前らの感性やばくない。 5飽きたって何。5も待てないんですよ。5飽きたって何。5はもういいのよ。やだな、これ3でいけるのか。逆に3の方がむずい。これ今切れてますよね。ここから3歩で出ないといけないですよ、画角から。いきます。1 はい、1。あ、結構いったな。あー、いやもう半分っすよ。やばいやばい。あと2一生懸命ってません。調整逆にむずいわこれ。あと2いるっすよ。逆にむずいわこれ。あと2。あーあーなるほど。え、今度逆にあと1が難しいよ。うまい、うまい、今のうまいな。身の使い方がうまい。戦術的な意味だった。あと1。おお。で、今の呼んでいける?呼んで。呼んでいける?呼んでいけるぞ、呼んでいけますね。呼んでもいけると思うけどな。ちょ、なんなの?俺を赤ちゃん扱いしてんの?なんなの?違うの。赤ちゃん扱いしてる。赤ちゃん扱いしてる。全然。絶対いけるだろ、今の1。なんで3、4って。赤ちゃん扱いしてないんだけどな。赤ちゃんそんな3とか4とか言っても分かんないでしょ。数字がね。赤ちゃん10ぐらいかかるし、多分、うん、今の。そっか。そうしよう。じゃ、後半の企画ですよ。どうするじゃん。ボツネタやります。もう決まってんのね。俺ギリギリ来たけど決まってたの。ワンダーニョキニョキとカルサクライのボツネタやります。もう決まってたんだよ。そうです。はい、後半お楽しみに。
さあということで、はい、はい、企画の方に参りたいと思います。イエイエイ。それでは行きましょう。ここまでできてんねんけどな。ちょっと今吉見さんめっちゃ顔芸してたのか見てなかった。全力で。さあさあ、すごい、あ、すごいカメラに。え、それ5でいける。5でその顔にたどり着くまで5でいけます。それは面白い。むずすぎるわ。5段階変化を超えて無理だわそれは1じゃないと無理ださあということでね、企画でございます。ここまでできててんけどなというタイトルなんですが、あの2組ともそのスタンディング4というライブでやった時にもそうですけど、一応話しながら、なんか普段のくだりみたいなのがこうネタになるみたいな2組であると。でそういう時にはこう往々にしまして、その一くだり面白いのに後半何も思いつかんなみたいなこうことがあるわけですよ。だから今日はもうそれをこうやっちゃいましてですね、でお互いに一個ずつそっからネタをこう選びまして、あの9月の26日に行われる食べフェスでちょっと後半肉付けして持ってきましょうみたいな、そういう企画にしようかなと思っております。いい企画、はい、誰だ考えたやつは。あれだ、夏美さんでございます。大先生、大先生、ありがとうございます。さすがでございます。褒められるの楽しそうだな、お前。さあ、ということで、まあ、僕らの番組ですから、うん、岡田桜井から行きたいと思います。ここまでできててんけどなぁを、はい。ちょっと何気にネタやるの初めてやからね。そうなん、ここでね、こうパッとネタやるっつうのはね、なかなかないんで。どうする、ボツネタいっぱいあるけどね。うん。だもう、あの、あれでいいんじゃないですか、1本目は。あの、海賊で。あ、タイトルも、タイトルも言うわ。タイトルも、はい、もう解説いきましょう。30秒ぐらいで終わります。そうそうそう、ここまでできてんねんけどなと、いうことをちょっとやりたいと思います。見た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 、はい、じゃあちょっといきましょうか。はいはい、あ、じゃあちょっと出た方がいい、画角から。あ、そう、一旦じゃあ3で、3でね、1の、あ、2で出ちゃった。2で出ちゃいましたよ。いや、俺才能あんのかな。さあでは、はい、ということでいきましょう、うん、岡田桜井で海賊です、お願いします。はい、どうも岡田桜井です、よろしくお願いします。いや、お前さ、はいはいはい、海賊ってどう思う。海賊、海賊もかっこええやろ、お前。いや、海賊かっこいいかな。いや、そう、海の荒くれもんでさ、うん、こうなんかこうワンピースとかもそうやけどさ、イメージあるやんか。山賊は、山賊は野蛮な感じするやろ、なんかそのなんか盗賊とちょっと近い感じするやん。でも、うん、海賊と山賊、うん、やってること一緒やからね。ああ、そう、まあそう言われるとそうかな。それってさ、うん、海が操作してんのかな。ここまでできてる。そこまでです。そこまでです。いいですか、ちょっと。ここまでできてるんですよ。ここまでできてるんですよ。あ、そういうことなんだ。そうそう。もうこういうのいっぱいあるじゃないですか。で、こういうのちょっと今日はやっていこうよというね、企画でございます。あ、OK です。はい。ありますか、なんか。じゃあ僕サバイバルダンスやりますよ。サバイバルダンス。俺はもうネタとか一切なんかわかんない。俺知らないんだよ。サバイバルダンス。俺知らないんだけど。サバイバルダンスってね、10秒もないかもしれない。ないの、知らない。サバイバルダンスネタ番ね。はい、あ、どうもー。どうもー。よろしくお願いします。あのさ、子供の頃さ、うん、よくさ、吉見正彦。天国地獄大地獄、天国地獄大地獄天国ってやつじゃん。あ、あったあったあった。これちょっと意味わかんないじゃん。人が新しくしたの。吉見正彦、ウォー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 イェイイェイイェイ。何それ、こっちも意味わかんないわ。あ、どうもありがとうございます。ちょっと普通に初めて見た。夏目さんの中で、俺の中でこれはもう続きないなっていう。俺びっくりしちゃったよ。なんかね、そう、ここまでは面白いですけどね、そうね、そう、海賊もな、あの一言までは面白いのにな、みたいなことがこう、もうちょっと長いのあるかな。長いのね。もうちょい、一くだりじゃないって、一くだりじゃないっていうのあります。あ、趣味、趣味、俺らやったらね、趣味、そう、趣味、もう趣味って多分全漫才師ネタ作ってるじゃないですか。趣味っていうテーマ、趣味をテーマにね、うん、僕らもやってみたんですけど、うん、なかなか後が続かない、後が続かない。俺も全漫才師がやってる、はい、ノーネンレナっていうネタがやってないでしょ。やってないでしょ。やってないでしょ。僕らがすでにやってない。世代が合わないでしょ。こすり切った、みんながこすり切った。ノーネンレナこすり切ってまだ新しいですよ。じゃあちょっと、じゃあこすり切ってる方の趣味からいきます、うん、あ、趣味からちょっといきましょうか。はい、どうもー、岡田桜井です、よろしくお願いします。いやー、俺さ、はいはいはい、やっぱあの趣味がなくて、お毎日暇やから、うん、なんかお前にこういい趣味教えてほしいなと思って。あー、でもまあまあ、要は大学生やんか、うん、だからあれ、スノボとかどう。
スノボはちょっと時期的に嫌だな、うん、なんか時期が限られるから、うん、ああそのもうオールシーズンですね。オールシーズンです。ああどうやろう、じゃああのサイクリングとか。ああサイクリングな、うん、まあ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 、うん、でもまあサイクリングでいいのかな。サイクリングやってみようかな。うんうんうん、うん、サイクリング、じゃあサイクリング、うんうん、サイクリングいいな。え、いや俺も趣味ないの実は、うん、で俺自転車持ってんの、うん、でその季節的にほら夏終わって今さ、うん、ちょうどいい感じやん外か、うん、外気が、うん、サイクリングいいな。ああでももうサイクリング始めるから。いやいやそうやんな、うん、俺もやろうかなサイクリング。じゃああかんよ。なんであかんねん。くれたやん。いやじゃあくれたやん。サイクリングくれたやん。違う1個しかないわけじゃないから。もう俺のやんサイクリング。違うサイクリングという趣味はいいやいいや。お前には俺があげる新しいのお前には。いやサイクリングでいいやん。だから俺はもうサイクリングはもう俺に属してるから、うん、いやじゃあ何の所属が決まってくる。お前はだからもうジムジム行って。ジムジム、お前はもうジム。違う嫌やん。じゃあもうジムって決まったのお前は。もう俺からギブアンドテイクやから、うん、と交換やからね。お前はジム。ジムいいな。ジムいいやろ。いや体をさこう動かしたいっていうのはあるわけよもともと。でお金も今あるし、うん、もう筋トレがっちり。おうおうおう。あ、ジムいいな。ジムいいやん。やるわジム。ジムいいな。じゃあここまでできてですよ。ここまでできてですよ。趣味の取り合いね。取り合いなんだね。提案したやつがね、自分も欲しくなっちゃうっていう。ここまで。ここまで。後半何にも出ないです。そうそう。ちょっと難しそうだね。ちょっとじゃあ脳年出ないですか。脳年出ないみたいです。脳年出ないちょっとお願いしますじゃあ。どうもー。どうもー。お願いします。お願いします。お前からだよ。俺か。そうなんですよね、もうね。ごめんね。いや、本当にね、うん、ノーネレナちゃんがね、可愛い。え？してるノーネレナちゃん。もう可愛いね。大好き。ノーネレナ好きなの？うん。え？どうしたのどうしたのどうしたの？いや、惜しい。惜しいって何？ノーネレナ、うん、ちょっと前までよしみのこと好きだった。どういう状況？すれ違いだ。どういう状況？ああ、すれ違いだ。ちょっと待って、え、なんでその時言ってくんないの？知らなかった、知らなかった、俺好きだってこと。いちいちいち、だとしても能年レナランクの人が俺のこと好きな時言うだろ。言ってよ。いや、ちいち、こっちのセリフで言ってよ。ビッグカップルだったじゃん。ビッグカップルでもなんで、え、カホはコウスキ、カホはお前のこと知らない。でしょうね。でしょうね。こんな感じで。ここまでできるんですね。いやそれが全てですもんね。そうなんすよ。いや、難しいな、やっぱり。うん、最後ちょっと、あれだけ見たいねんな。あ、そう。やっぱあれやるか。あれだけ見たい。ワイニョクさんの。いいっすか、うん、あれだけ見たいんすよ。あれだけ。一くだりしかない。はい。ちょっと、いいっすか。すいません、お願いします。お願いします。すいません。いきます。どうもよしみさ、うん、テルミンって訳してる。え、字幕わかんない。あ、テルミンわかんない、うん、あのテルミンってこれ金属の棒が出てて、うん、ここに手近づくと、おーえーあー近づけると音が出る、でかくなるみたいな。で、これとおっぱいを掛け合わせたものがパイミンって言うんだけど、何それすげえ楽しそうじゃん。やってみて。え、今できんのここで。あーうおー音出た。すぐできるじゃん。ああうわあああうおこれがパイル。すげえ面白いじゃん、お前天才。ああすげえな、お前。
いや懐かしのパイミンが見れてね、うん、大満足大満足です。喉痛いね、喉痛い。いやだからそのまあ後半企画の趣旨としては一応食べフェスでやるネタをこうお互いこう指名するっていう感じなんですけど、どうしますか。パイミンだけ打てやりたいじゃないですか。こっちがやってますよ。じゃあどうするんだ。じゃあだからそのパイミン含めてね、パイミンやめてね。欲しがってるでしょ。パイミンもでも絶対見たいんですよ。そう、パイミン見たい。見たい。やだよ、俺らはやだ。そう、楽しそうでしたよ。パイミンですよ、パイミン。パイミン含めて、まあ、パイミンじゃないネタに落ち着いてもいいみたいな、最終的に。もう言われちゃってしょうがない。パイミンはもう確定。押してたでしょ。言われちゃってしょうがない。正なし、正なし。確定のパイミン。逆に僕ら何したらいいですかね。いや、でもなんか伸びしろありそうなもんがいいよね。そうだね。そうですね、作るから。パイミン含め。そうだね、俺らやるんすか。含めあパイミン含みの海賊が一本目の海賊ね。海賊、海が操作してるっていう。海賊、ね、あじゃあそれをちょっとやりたいと思います。うん、で、そのじゃあネタをね、はい、いつやるかという話ですけれども、もこちら、食べフェスね。9月の26日土曜日でございます。はい、4時40分会場の5時、開演。ワンダーニューキュークさんも出ていただきますので、こちらぜひということでございます。あ、出遅れた出遅れた。ちょっと5で行ってよ、5で。え5で5で、あそこまでいいよ。じゃあ、でも1でいけるよ、本当に。本当は1で本当は、ね、いや、だいぶ距離ありますよ。でも俺はいける。運動やってたんだから俺運動やってたんだから1で行くね、じゃあ。はい、1で頼むよ。え1でやって意味がない。意味あるだろ。すごいねってなっちゃうから。1で行かれてもすごいねってなっちゃうから。いいやろ、別にすごいねってなったら。なんで行けばいいの。よ、3かな。3 3 3 3で3が面白かったっす。3が一番面白かった。3で全然わかんないよ。はい、はい、いや、だいぶっすよ、もういったな。1がでかい。あと2刻めます。顔面白っ。あっあっ、無理入ったな。サンガにやらせろ。エンディングもう無理やった。もうすごい、すごいありますよ。いや、ということでワンダーニューキュークさんね、お待ちしていただいて、よろしくお願いします。はい、楽しかったですね、放送。はい、じゃ次回放送がありますんで、よろしくお願いします。さよなら。チャーハン、ああチャーハンが食べたい。岡田桜井のチャーハンが食べたい。